一瞬で悩みを消す方法。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル。まあいろんな悩み事ってあると思うんですけど、皆さん方も何か悩んでることってあると思うんですけど、もしその悩みを消すことができたら、これはすごいことですよね。実は一瞬で悩みを消す方法というのがあります。それは悩みを人に相談するということです。なんだそんなことかよっていうふうにね、思った人も多いと思うんですけども、大体悩み事のほとんどっていうのはですね、一人で悩んでるんですよ。大抵一人で悩んで、大体状態がひどくなってどうしようもなくなってから人に相談するという形になってまいります。その頃になると結構対処不能になったりですね、状況が非常に悪化してですね、どうしようもなくなったりしてることが多いんですけども、ですから皆さん何か悩み事があったらですね、誰かに軽く相談するといいと思うんですよね。あるいはそういう相談できる友達や友人や家族や親戚を持つとかね、そういうことも大切になってくると思うんですけど、相談するだけでそういう悩みによるストレスの9割ぐらいはなくなるというふうに言われております。それはどういうことかというと、表現するということです。表現するというのは言葉に出してですね、吐き出すということですね。だから誰にも言わないで一人で悩んでるから、実は私たちの悩みというものは何倍にも大きくなってですね、辛いものになってのしかかってくるんですよね。実際、いやそんなことで悩みがなくなるのっていうことがありますけど、実際じゃあ精神科医がカウンセリングの現場で何をしてるかというと、患者さんの話を聞いてあげたらですね、それだけで治ってしまうっていう人はいるんですよね。結構ね、一回聞いてあげただけで治る人もいます。すごい落ち込んだ表情で来たんですけども、1時間話を聞いてあげたらニコニコした状態で帰っていくという方もいらっしゃいます。私たちはこの自然治癒力というのかな、自分で自分を治すこの力というのを持っているんですよね。言葉に出すことによって、その自分一人で悩んでいた問題が共有されるということですね。要するに重いものを一人で何十キロのものを持っていたものを半分相手に持ってもらえるような、そういう感覚ということが心の中で起こってくるんですね。ですから一人で悩んでないで他の人に話しただけでですね、気分が軽くなる。それは心の重荷を他の人に分担してもらうからということです。また言葉による癒しの効果っていうのがやっぱりありまして、例えばがんの患者さんに日記を書いてもらっただけで、そういうがんの苦しみやストレスが軽減するといったようなことっていうのも研究として報告されてるんですけども、誰にも見せないものをただ書くだけでもですね、心の重荷っていうのは少なくなっていくのです。ということでですね、何か皆さん方悩み事があったら一人で悩むというのが一番良くないと。誰かに相談したり話す、共感して理解していただけるともっといいんですけども、そういうふうに一人で悩まないで誰かに相談するということで、悩みというもののストレスの重さっていうのはですね、消えてなくなるということが言われておりますので、ぜひですね、皆さん悩み事をお持ちでしたらね、まあ、ちょっと相談するのに勇気がいりますけど、そこで勇気を出して言ってみるとかなり心が楽になると思いますよ。